はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぺです。今回は OBS で時間を遡って録画できるリプレイバッファーのやり方を解説します。OBS にはリプレイバッファーという時間を遡って録画できる機能があります。普通に録画する場合は使える見どころがなかったとしても動画として保存してしまうので HDD や SSD などの容量を圧迫してしまったり、手動で無駄な動画を削除しなければならない手間がかかります。しかし、リプレイバッファーを活用すれば、見どころがあった時に必要な分だけを動画として保存できるので、HDD や SSD の容量を節約できます。さらに、手動で無駄な動画を削除する手間も省けるので、録画時の効率を高めることも可能です。今回はそんなリプレイバッファーを使用して録画するやり方を解説するので、最後までチェックしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので説明欄の各情報もチェックしてみてください。それではリプレイバッファーの設定方法を解説していきますが、普通に録画を行う方法を理解しているという前提で解説していきます。もしも OBS に録画したい映像を映せていなかったり、録画設定のやり方がわからない場合は説明欄に記載している動画リンクから録画設定方法を確認してください。それでは解説しますが、 OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左の出力の項目をクリックしたら、出力モードが詳細であることを確認してください。次にリプレイバッファタブをクリックして、リプレイバッファを有効にするにチェックを入れましょう。次に最大リプレイ時間の項目を設定しますが、これはどれくらい時間を遡って動画を保存するのか設定する項目となっています。S という単位は秒という意味になるのですが、例えば30分時間を遡って動画を保存したいのであれば、30分 ×60 秒で1800秒となるので 1800S と設定してください。その他の時間で設定したい場合はこちらの表を確認して設定してみてください。ちなみにリプレイバッファーを行う場合はメモリを使用して処理を行うのですが、設定した時間によって推定メモリ使用量が変化します。OBS のバージョンが 28.1.2 以下の場合はメモリ制限がかかって 8000MB 以上は使えないので注意してください。もしも OBS のバージョンが 29.0 以上なのであれば、 PC に搭載されているメモリの 75% まで使用可能となっています。 8GB のメモリを搭載しているなら 6000MB まで、 16GB のメモリを搭載しているなら 12000MB まで、32GB のメモリを搭載しているなら 24000MB まで使用可能となっているので、推定メモリ使用量を確認しながら設定するようにしてください。ただ注意点として、あまりにも推定メモリ使用量が多くなってしまうと OBS 以外のソフトを処理するためのメモリ容量が少なくなるので PC の動作が重くなってしまいます。 PS4 や PS5、Switch といった外部機器の映像を映すのであればあまり影響はないですが、PC ゲームなどを行う場合は動作が重いとプレイに支障が出るので、最大リプレイ時間をあまり長くしすぎないようにしてください。あとどれくらいのメモリが自分の PC に搭載されているのかわからない人もいると思うので確認方法を解説しておきます。 Windows 10でのやり方になりますが、画面下の黒いタスクバーの上で右クリックしてタスクマネージャーをクリックしてください。もしもこのような簡易表示の画面が表示された場合は、画面左下にある詳細をクリックし、パフォーマンスタブの中にあるメモリの項目をクリックすると搭載されているメモリ容量を確認可能です。ここまでリプレイバッファの設定方法を解説しましたが、無事に設定が終わったら OK をクリックして画面を閉じてください。リプレイバッファの設定が終わったので、実際にリプレイバッファで録画する方法を解説していきます。まずは画面右下のコントロールの項目を確認すると、リプレイバッファ開始というボタンが表示されているので、こちらをクリックしてください。するとリプレイバッファ停止という表示に変化し、バックグラウンドで録画開始されます。あとは実際にゲームなどをプレイしながら撮影を行ってください。そしていいシーンや見どころがあった場合は動画を保存しますが、リプレイバッファ停止の横にある矢印マークのリプレイを保存を必ずクリックしてください。この時に間違えてリプレイバッファ停止をクリックしてしまうと、リプレイバッファが停止してこれまでに録画していたデータが消えてしまうので注意しましょう。実際にリプレイを保存をクリックすると、画面左下にリプレイバッファが保存されたという表示が出てくるので、これを確認できたら動画の保存は OK です。動画の保存先についてですが、通常の録画を行った時と同じ場所に保存されます。画面左上にあるファイルをクリックして録画を表示をクリックすると、
リプレイなんとかなんとかと書かれた動画ファイルが保存されているので確認してみてください。ちなみに実際に録画した動画を確認した時に映像がカクカクしてしまったり音声がおかしい場合は録画設定のやり方がおかしい可能性が高いです。自分の PC の性能を最大限に活かして録画を行う設定方法を別の動画で解説しているので説明欄に記載している動画を確認して再設定してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。